皆さんこんにちは、ハワイケイスケです。本日2024年、5月の8日11時12分、数日前に巨人対広島戦で、レフト線のファールフライで、巨人の打者が打ったファールについて、まあ、広島選手が、広島の選手が、まあ、客席に入るかどうかのところのボールを、まあ、ファンの人が、グローブを出してキャッチしたと、まあ、そういう映像が流れたんですけども、まあ、その人ちょっと見覚えがありまして、あの映像何回も流れてるんですよ。で、その人、まあ、昔も VTR を出してるのか、その人が常習犯なのか、その人黒い OF 着ていたことがあったような気がするんですよ。ちょっとその辺のところは記憶ははっきりとはしないんですけども、まあ、とにもかくにもその人がね、髪型とそのメガネをかけてるところと、まあ、姿容姿を見ると、まあ、常習犯である可能性が高いと。まあ、昔、まあ、ホームランボールをこうキャッチした場合、お客さんが、それもホームランであると。まあ、そういうふうな話になったはずなんですね。で、あとはね、そのファールゾーンのところについて、その観客の人はね、飛んできたボールを、ルールとして、観客のルールとして、自分が動いてね、こう身を乗り出したりとかして、こうキャッチするのは、良くないと。まあ、ある程度これぐらいとか、まあ、これぐらい。だから、過度になりすぎるとお客さん同士が接触して、それは大変危険になりますから、特にまあ、自分で、行ったことがあるかわかるんですけども、例えば阪神タイガースの球場甲子園だと、結構こう、傾斜のある階段になってると。だまあ、ファンの人同士がこう、ボールを取り合うような形でぶつかって、前の方の席にこう、転がり落ちていくとか、まあそうなってしまうと、大きな怪我とかに発展する可能性があるので、飛んできたボールをキャッチすると。まあグローブ持ってる人。まあ、なかなか素手でキャッチしようとする人はいないと思いますけども、まあ、ファールゾーンのその、客席に入るか入らないかのところなんですけども、そこはね、まあ、選手が、まあ、ある程度グローブが客席にちょっとぐらいは入るぐらい、まあ、そこまでは認めるべきだと思いますね。もともとはその選手の人が、その客席の中にこう入り込んでしまったりして、とかすると、まあ、危険性があるから、まあ、そういうふうなルールが導入されたのであって、ファンの人がね、打球をその映像を見る限り、フェアゾーンにも見えるんですよ。もちろんこれ角度とかにもよると思うんですけども、まあ、ギリギリのね、まあ、これがね、まあ、こっちがフェアゾーンでこっちがお客様の席だったとすると、まあ、こういう角度から物事見なかったら、はっきり、まあ、わからない。まあ、こちらの方向から見ても、こちらの方向から見ても、ちょっとわかりづらい部分がある。まあ、この方向から見るとははっきりわかるんですけども、あとは、今までのことを考えると、リクエスト、その VTR の、再生、動画での確認っていうことなんですけども、コンピューターによる映像加工がされているケースが今まで多々あったと。で、こうなってくると、やっぱり自分で見た時の感覚で物事を考えるのと、あと総合的な内容と、今後の対応の仕方と、今までの結果でそれがあったはずですからね。やっぱり認めるべきところは、それは誰がどう見てもね、野球部経験者の人たちは、やっぱり日本全国多いですから、あと、まあ、野球ファンの人たちでも、野球経験してなくても、他のスポーツとかしていて、で、長年、こう、野球を見ていたら、まあ、今のはキャッチされたけども、ホームランでしょうとか、今のはキャッチされたけども、野手の人取れてたでしょうとか、その辺の判断はほとんどの人は聞きますんで、だからまあ、観客の人がボールを取ったとしても、それはアウトとして見なすだとか、もうその人はちょっとだいぶひどくてね、もう完全にこういうような形でね、まあ、もうグローブ自体は多分ね、そのグラウンドのところに出てますね。まあ、こう腕が伸びた時にせよ。だからそれはちょっとね、そこまですると、ファンの中に、どちらが優位に働くかで、グローブを出してくる人と出してこない人は、おっていう形になるんですよ。で、そういう例が昔あったんですよ。
またかと、またあの人かと、まあ、そういうことでね、ちょっとねその辺のところ審判団の人たちもまあこれだけ世の中おかしな世の中ですので、変な人、開き直った方向で、悪い意味での開き直り方で、変な方向で、試合をね、妨害してくる人たちが存在しますので、これね、報道ステーションでね、放送されてて、その巨人と広島の試合だったんですけど、まあ、広島の選手が明らかに今取れてるんですよね。追いついてるんですよ。で、巨人ファンの人は取っちゃってるんですよ。だからそれ、巨人が優位に働くように取ってるようにしか僕には目に映らなかったんですけども、その人はもう常習犯の方ですね。何回もその VTR 流れてるんですよ。でその人が放映服を着ていたのを見たことあるし、もしかしたら昔フルーツラーパークのバーベキューコーナーで僕に話しかけてきた人の可能性もあるんですね。で、こうなってくるとですね、今までのその優勝回数と最下位の数を揃える話からで行くと、まあそういったところを完全に妨害してきているということになるんですね。まあ、巨人に対してまあ厳しく対応するような形にしなかったら、築地に、2つ目のドームを建てるような話が浮上してますのでね。まあ、その辺のところは、しっかりと、政府の方で、築地に関しては、東京のあのビルの群れですから、老朽化した建物を解体していく中で、一時的に保管場所として、瓦礫を、置いていて、そこでね、中から金属を取り出したりだとか、まあ、そういうような形で、対応してもらわなかったら、もう論外ですね。もうスタジアムあるところ、あと、日本全国複数本拠地制度で、まあ、巡業するような形で、順番にスタジアムを使用していけば、老朽化はそれだけ遅くなりますんでね、解体時期が。だから長年使えると。まあ、こういうような話になりますんで、たくさん人が生にも乗ってるからね、スタジアムが早く傷んでくるんであってね、まあ、その辺のところ、しっかりと対応していただけたらなと思います。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、チャンネル登録の設定と、あと、着信通知の設定と、もし着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいたり、販売店の方に聞いていただくと、まあ淡江さんの動画見た方がいいよと、言っていただ、まあ、周りの方に言っていただけたら、幸いです。まあある程度の、動画の再生時間、過去365日を遡って、まあ3000時間なり4000時間なり突破して、まあチャンネル登録者数が500人なり1000人なり突破すると。ライブ中継とかができるみたいですんでね。で、そこでね、まあ、エネルギーの残存問題含めてね、スポーツ業界はどう対応するべきか、まあ、その対応の仕方によってスポーツの試合の結果が、決まってくる可能性があるんですよ。だからその辺のところでいち早く、エネルギーの残存問題に適した対応というものを、各スポーツ団体はしなければならない。だからバスケットボール界もしてしまった方なんですよ。体育館があるのに体育館新しく作ろうとしている。人口少子化だから、今更大きな体育館なんか作ってもしょうがないんですよ。エネルギーの無駄遣いで。作るのにガソリンが大量に消費する。建物を解体するのに大量のガソリンが消費する。で、球場の数、まあ観客の動員者数を増やしたら増やしたで、エアコンを大量に使用しなきゃならなくなるじゃないですか。まだ、今年開幕して4月の段階ですけども、まあ、そんなにゲーム差がない中で、阪神と中日戦の試合で、まあ名古屋ドームだったんですけども、試合、19時30分ぐらいでお客様の入りは1万8000人ぐらいだったんですよ。まあ、もともと3万人入れるかどうかという球場なんですけども、まあ、20時を超えてから、まあ、多分、無料で入れるようにして、入ってきてるお客さんで、まあ、満席になってたんじゃないかなと。まあ、これが今のところの実態ですので、だからね、すべてのスポーツが活躍したときに人口少子化で人が減ってるから、どこの都道府県に関しても、市町村に関してもそうですけども、国にしてもそうですけども、大体表記してる人口の3分の1か4分の1です。これはもう世界中の、各
国の人口自体がもうそうなんです、本当に。これは一件一件表札が入っている前輪の地図とかで、かなり調べました。で、まあ、あとはビラ巻きとかの経験ですね、持ち出し枚数とか決まってますので、いやこの市、三田市なんか、兵庫県三田市なんか、家1万件ぐらいなのに、15、10万人いるわけ絶対ないじゃないですか、っていうことになってくるんですね。で、まあ、富裕者層である、まあ、知事、市長、まあ、国会議員の皆さん、まあ、そういった人たちで家2軒持ってる人たちも結構いるんですよ。で、大ファーリーがあるでしょ。で、結構ね、1人で家2軒持ってる人たち世の中にいらっしゃるんですよ。で、そうなってきたら、表札入ってるところの、まあ、1人暮らしの人たちもいらっしゃるから、まあ、表札あるにしよう、1つの家に世帯数が3とか、2とか、そういう家があるから、その世帯数かける2だと、多分人数オーバーすると思うんですよ。海外から来てる人たちもいますから。まあ、母国に帰ったりだとか。で、一つの家を誰かが借りることによって、まあ、この間も、まあ、ゴールデンウィークっていうこともあったと思うんですけども、まあ、このあたりでもね、海外の方結構、見受けられます。で、海外の方が、その、交代でね、こう宿泊するのに、どっか家一軒借りたりした方が、安くで泊まれたりとか、これも、昔もともと禁止になったんですよ。それをしなかったら、余計に家建てすぎたりするわけじゃないですか。で、エネルギーの残存量問題とかあるから、まあ、むしろ仕事じゃない人はもう渡航制限で、スポーツに関しても、オリンピックに関しては解体。だから、ほとんどのスポーツに関しては、もうスポーツ振興法とかいらない法律をとにかく、消していくと。まあ、他にも、まあ、歩合とか出来高とか、いらなさそうな法律はいっぱいあるんですけども、まあ、法律の数を減らさなかったら難しすぎるんですよ。法律の数が多すぎて。で、国会議員の人たちはよくわからなくて、特別措置法というものを作って対応したりしてたんですけども、特別措置法が積み上がってきてるんですよ。だから現行の法律でもできる範囲とできない範囲が、国会議員の人たちももうお手上げ状態になってるんですよ。だから余計な法律を減らしていって、まあ、裁判件数をできるだけ、減らしていくと。まあ大きな問題に発展しないようにと。だからまあ皆さんがストレスをあまり感じないような社会に変えていかなければならない。だからね、ほとんどの人間はその六法全書のこの文章量とかを見たときに、もうめげるでしょう。これは世の中の現実ですから、で、これを覚えたところで、それを覚えることばっかりに脳のその容量を費やしたところで、他に覚えなきゃならないことがあるわけじゃないですか。エネルギーの残存量問題だとか。そういったところが肝心から目のところが抜けていて、現在こういうふうになってるんですから、まあまあそういうふうに対応していただかなくては、ダメだということになってきます。まあ東京のね、ビル、12階建てのビルは小さく見えますからね。あんなにものすごい数のビルの群れ、その解体時期がある程度の時期に一斉に来ます。で、やっぱりその築地の跡地は、その一時的な瓦礫の、その置き場にさせてもらって、あとはまあ、まだちょっと長年使えそうだなという思われそうな、まあ、テナント類のところとかで、まあ、1階の部分に、その、生ゴミの、メタンガスを抽出する、貯蔵庫っていうものを、まあ、東京都でもね、いろんなところ各地点に作っていただきたいと。まあ、飲食店がたくさんあるから、そこそこ、その、周りの状況とかに合わせて、設置していただいたら、まあ、だいぶメタンガスが抽出できるんじゃないかと。まあ、日本全国でね、まあ、最初は、ちょっと前までは3万箇所とか言ってたんですけども、これはもう10万箇所以上いりますね。だからまあ、歩いてね、その持っていけるようにしておかなかったら、意味がないと。まあ、こういうようなことになってきますので、皆さん、エネルギーの残存量問題を軸にしていただいてね。まあ、スポーツ業界に関しては、優勝回数を揃える話と、最下位の数を揃える話と、あとはリーグ優勝の数も揃えるのと、まあ、日本一の数も揃えていくと。まあ、そういうふうな方向性で、物事、多くの皆様で、協力していただいて、ご対応していただけたらなと思います。
以上です、皆さんチャンネル登録や着信通知の設定や私の動画を、他の人にも見ていただくように、伝えていただけたらなと思います。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。まあ、ニュース関係のことに関してもどのあたりがフェイクニュースとか、まあ、この記事に関しては、こう多分こうだと思います、ああだと思いますっていうのを記載してますんでね、まあ、その辺見ていただいて、世の中のことを理解していただけたらなと思います。以上です。